はい。皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。虎親分の SNS からご紹介したいと思います。今は2023年の12月30日です。新しいものから古いものに向かってご紹介していきます。それでは始めます。経済はひどいもので、過去3年間でインフレが30%を超えたという報告もあり、消費者の購買力は完全に破壊されました。 経済を生かしている唯一のものは、トラ政権中に私たちが達成したことの残りがです。株式市場が高騰しているのは、人々が、人々や機関が、私が2024のボス戦で勝つと信じ、期待しているからに過ぎません。もし私が勝てなかった場合、1929年よりもひどい株式市場の暴落が起こるだろうと私は予測します。 大強行です。アメリカを再び偉大に。次、根性のねじくれ曲がった梅田は民主主義への脅威です。次、こんにちは。アイオワ州の愛国者の皆さん。私たちは力を合わせてアメリカを再び偉大にします。今すぐ、虎親分ボランティア党員集会キャプテンとして登録してください。次、民主党議員。 トラ親分がメイン州の普代で資格を剥奪されたことに反対発言という記事を貼っています。この記事をご紹介したいと思います。民主党議員、トラ親分がメイン州の普代で資格を剥奪されたことに反対発言。トラ氏は憲法の反乱条項に基づき、メイン州の予備普代でから外されました。メイン州民主党のジャレット・ゴールデン会議員は木曜日、 反乱罪で有罪判決を受けていない虎親分は2024の投票に加わるべきだと述べました。私はムツキ月イ日の暴動での虎氏の役割を断劾することに投票しました。とゴールデン氏は X に共有した声明で書きました。私は彼が米国大統領として再選されるべきだとは思いません。しかし、我々は法治国家です。 したがって実際に反乱の罪で有罪判決が下されるまでは、筆入れ用紙への参加が許可されるべきです。虎親分は憲法の反乱条項に基づき、メイン州の予備筆入れから除外されました。この決定を下したのは、シェナ・ベローズ国務長官で、トラ氏の弁護団は、トラ氏に2024の筆入れ資格があるかどうかの裁定から、同志の資格を剥奪するよう求めました。 他の州でも原告がトラシの的確性をめぐって訴訟を起こしていますが、メイン州ではまず国務長官が検討し、その決定は法廷で争われる可能性があります。メイン州の不代入人はわずか4人ですが、不代入人を二分する2つの州のうちの1つであり、2020にはトラシがメイン州の不代入人の1人を獲得しています。トラシの報道官スティーブン・チャン氏によると、 トラ氏はメイン州の決定に対して控訴する予定だと言います。チャン氏は声明で、青色の州の民主党は、不代いれ用紙からトラ親分の名前を即座に削除しようとすることで、無謀かず憲法に違反して、米国の有権者の公民権を停止しています。と述べました。誤解しないでください。これらの党派的な不代いれ妨害活動は、アメリカの民主主義に対する敵対的な攻撃です。 という記事です。そしてもう一つ、たった今降りてきたワシントンエキザミナーの記事です。こちらはまだトラシ氏が貼ってあるわけではないんですが、こちらもご紹介したいと思います。トーマス・マッシー氏2024の虎親分、札入れの結果について、会員が最終決定権を持つと発言しました。共和党ケンタッキー州のトーマス・マッシー氏は2024の札入れから トラ親分を排除しようとしている各州に対し、これらの州の不代入れ人が2025に認定されるかどうかについて、最終決定権があるのは議会であることを思い出させました。ケンタッキー州の共和党委員は、会員が2025に不代入れ人を廃止する可能性は政権政党次第だと述べました。会員は少数ではありますが、共和党が多数を占めています。 この最速は最近2つの州が虎親分が憲法修正第14条に違反していると考えられるため、普代入用紙に記載できないとの判決を下したことを受けて行われました。メイン州、コロラド州、その他の共和党候補者への不代入アクセスを官僚的に拒否しようとする可能性のある州は、これらの州の普代入人を認定するかどうかの最終的な採定者は、米国会員であることを忘れてはならない。 とマッシーさんは X に投稿しましまたという記事ですこれはどういうことかというと私の理解によりますと虎親分を投票用紙から削除して虎親分の名前を選ぶことができないようにしたメイン州コロラド州まだ最終決定ではありませんけれどもそこの州がもしもそのまま突っ切ってしまったとしたとしても 今度はその各州から出してくる筆入れ人っていうのがありますよね。不代入れ団みたいな。その人たちを選ぶ権限というのが会員にあるので、会員がその人たちを選ばないっていう選択肢があるというカウンターをかましているわけなんだと思います。はい、次。これは筆入れ妨害ではなく、筆入れを盗む行為です。 という記事を虎親分貼っております。で、何件か記事が貼られています。昨日12月29日に虎親分がアップした書き込みをここでどんどん言っていきたいと思います。彼らは虎親分を獲得するためなら手段を選ばないという記事を貼ってました。次もし虎親分が現在ボスだったら、世界は少し違って見えるでしょうか？という問いに対してキースケドック将軍。 100%A。う100の国で起こったことも中東で起こったことも起こりはしなかったでしょう。世界中の誰もがそれを知っています。次、記事を貼ってます。司法省は梅田を彼の多くの犯罪に対する責任から守ろうとしている。その一方で彼らは虎親分を迫害するために自由に使えるあらゆる法的手段を利用しています。次。 激戦州の中小企業経営者たちは、梅田の失敗した政策を厳しく批判し、虎親分を支持する理由を語りました。次、私たちの国境は崩壊し、私たちの国は侵略されています。マガ」と虎親分。次、 同じく虎親分の書き込みです。私たちの国境は歴史上どの国の国境もかつてないほど管理されていません。私たちはメキシコや他の国々から本来は逆であるべきなのに恐喝を受けています。私たちは本当に衰退国家であり、リーダーシップが尊重されず何の手がかりもない衰退国家です。そしてほんの3年前には歴史上最も強力で安全な国境がありました。 アメリカを再び偉大にしましょう。次、虎親分の発言です。根性のねじく曲がった梅田の検察の凶悪犯、錯乱したジャック・スミスは、第三世界諸国と同じように、腐敗した上司の性敵、私にダメージを与えるために激しく戦っていますが、私の言論の自由の権利を剥奪したいと考えています。 彼は証拠が大量かつ決定的である2020の不正と盗まれたボス戦について、あるいはナンシー・ペロシがキ月イ日の1万人の兵力を断った件についてなど、どんな問題もすぐに終わらせたでしょうが、またなぜそのようにして行われたのかについて私に話してほしくないのです。政治的悪党と社会不適合者委員会の選択を解除し、私たちが 弁護のためにしよう、しようとしていた、それらの調査結果に関連するすべての情報と証拠を不法に削除を呼び破棄しました。作乱したジャックは、今後のまた潜在的な裁判で、私の弁護に不可欠な重要文書を破棄した件で、なぜ彼らを捜査しないのでしょうか。なぜなら、根性のねじくれ曲がった梅田の下で、私たちは不正義の 二層構造になったからです。というのが、ドラ親分の SNS の書き込みです。そして少し雑談がてらの解説です。まず、国境に関してですが、昨日、メンバーシップの方にはメッセージでお届けしたんですが、あ、メンバーシップ、もしよかったら入ってください。ドネートで特に何のリターンもないんですけれども、 あ、これは共有したいなと思ったり、ちょっと早めにお知らせしたりっていうことを、なるべく心がけてやりたいなとは思っております。ので、ぜひぜひ、あの、メンバーシップもご検討いただければと思います。では、国境に関してなんですが、こちらは、最近私が追っかけております、アレックスさんなんですけども、彼のネットワークから出てきた情報によりますとですね、こちらマイケル・ヨンさんも、 国境の向こう側で何が起こっているのかっていうのを取材されていたなっては思っていたんですが、そこで何が起こっていたのかというのは非常に恐ろしいことで、まずアメリカに入国する前の段階で、そこには難民キャンプというのが設置されているんですが、それを運営しているのは国連の NGO なんですね。NGO、そこの NGO に資金提供しているのが、あの、ジョージ君なんですね。 で、そこで何が行われているかというと、徹底的に共産主義思想と、あと目覚めた思想、あの、LG なんたらとか、白人は罪だとか、そういう思想を徹底的に叩き込んでいるんです。そして、その状態で、自分たちが、その難民としてやってきた人たち、若者なんかは、自分たちの今の境遇は白人のせいだと思い込まされて、洗脳されていくんですね。 で、その状態で、今度は軍隊としての、あの、規律を教え込んで、そしてからアメリカに送り込むわけなんです。難民として。という思想改造をしているという状況を、まさかここまでやっているんだ、ということで私はちょっと驚愕してしまいました。そして入った後は、その民主党の組織の管理下に彼らを置いているそうなんですね。で、ゆくゆくは、 軍人として彼らを使おうと思っているんです。その中には、ハマスやヒズボラ、あとは C 国の敵歴の男の人なんかもかなり入っているし、で、彼らはアメリカに対する愛情なんていうものはないわけで、プラス、ああ、俺たちの今の不幸はみんな白人のせいなんだって思い込ませて、思い込まされて入ってくる。で、彼らはもう、あの、テロ要因として、 結局は要請しているわけなんですよね。アニマルニ2 4はかなり大規模なイスラエルで起こったようなあんなレベルではないものすごい産地が起こるだろうとアレックスさんは警鐘を鳴らしています。はい。そして最後のトオヤブンの書き込みのムツキ月イ日の暴動と言われるものに関してでっち上げた証拠を山のように出しましたよね。 中間不代でで共和党が会員を奪還するまで、ものすごい量の、こう、造された証人捏造された証拠、それをあたかも事実であるかのように、山のように出してきて、それで虎親分を求断していたんですが、共和党が会員を取って、六月六日委員会自体のやっていることに関してね、対応するようになった。そしたら、 ナンシー・ペロシをはじめ、その委員会の人たちは、自分たちが作り上げた、その証拠を全部破壊しちゃったんですって。証拠がないんですよ。彼、彼女たちがどれほどひどいことを捏造したのかとかいう、その証拠を全部壊しちゃった、なくしちゃったと言っています。で、そんなことをしても罪に問われないという、もうむちゃくちゃなアメリカになっており、その中で、 アメリカの精神を守りたい人たちが必死に戦っている、命がけて戦っているというのが今のアメリカの現状です。はい。そしてそしてまたまた最後なんですが、昨日アレックスさんの F 将軍との対談というか、番組1時間半のものを本当にじっくりも見たんですね。で、それで、ああ、そういうことなのかと思ったようなことをまた皆さんと共有できればいいなと思っております。 待ちきれない方はノートに日本語にしたい PDF にしたものもあげておりますのでそちらで確認いただければありがたいなとは思っております。それではいつも最後まで聞いてくださってありがとうございます。もう2023も終わりですね。どうぞ良い年末をお過ごしくださいませ。それではまた。